はい、皆さん、毎度毎度。はい。まあ、おばちゃんね、パーマがかかってんだよね。で、ご自分で巻く方ね。んで、今、毛染め終わったとこだね。パーマかけてないんだね。んで、後ろ結構かかってんだよね。で、こういうのさ、ワンレン状態にさ、切られてきたけどさ、前の美容師さんはどうやってブローしたんだろうね。ブローできないよね。内巻きにブローするっつったって、毛先か、結構根元付近からかかってっかんね、後ろなんかね。ソバージュ状態？だから、パーマをかけて、ムスかなんかつけて、ソバージュで追い返しちゃうのかね。基本さ、ブローできない頭ってあるよね。細毛難毛のミディアムより長い方、ロング系の方がかけると、パーマかけるとブローできないよね。ブローするとまっすぐ伸びちゃうっつうの。でも本人はカールが欲しいわけだから、もう巻けばもうそんで終わるんだよね。巻けば OK みたいな場合があるよね。まあでもね、ご新規の方のカットね、まあ毛染めもそうだけどね、緊張するね。どこのお店でさ、前のパーマかけてきたのかわかんないけど、前半分がかかってないんだよね。で、後ろの方はソバージュみたいにぎっちりかかってるっつうの？毛先、中間から毛先にかけて。な、これさ、もうどうしていいんだかわかんないよね。そんでもって本人もさ、どうしていいかわかんなくなっちゃってるっつうので、ワンレングスに切られてる。ああ、もう何回も言ってるけどね、喋ることがねえから、たらたら喋ってっけどさ。で、次回、パーマかけに来たら、どうやってやる？これ。これ、最初の水分量が難しいね。毛染めしてる方はね。水分含みすぎちゃうとパーマ液が薄まってかかんなくなるんだよね。どのぐらい濡れた状態にパーマ液？だから CMC 使う？ CMC 使って巻く人には CMC どうかな？ CMC で強めにかける？だけど CMC も油断するとさ、やめてくれってぐらいかかるかんね。髪の毛がしっかりしてる方、3ヶ月おきにかけてる方なんかでもね、CMC 使っても髪の毛がしっかり硬い方、こういう方がさ、14ミリとかさ、15ミリ太めで巻いてかけるじゃない？でもかかりすぎた時ってさ、意外とかかってさ、髪の毛がしっかりしてるだけに取れないんだよね。ガツッとかかって。で、どうやってかけるかって今ふっと思ったんだけど、アリミノの80番のアンモニア系。アンモニア系はほら、揮発するから、シスね。あれを一旦全部髪の毛に塗布して、で、髪の毛と80番をなじまして、で、アンモニアを飛ばしちゃうっつうの。10分か15分置いて。で、それで巻いて、巻き終わってかけるのは CMC？ 一回、だから、アルミノの80番でストレートパーマじゃないけど、パーマ落としっつうの？そんなに取れないと思うけど、一回なじませてからかける。で、巻き終わった時点でかかってるかかかってないか、多分かかってると思うんだよね、後ろなんかね。でも、一液塗布後15分巻かないで放置したら、パーマ液としてはかからなくなってるはずだから、どういうことになるかね。これもどっかで一回実験してみたいね。はい、とりあえずブロー終わってね、これから最後の一押しすいていくんじゃない？で、お客様にどっかのタイミングで言ったんだよね。巻かれる方は毛先がすいて薄い方が巻いた後扱いやすいよって。ほんでもうちょっと調子乗ってちゃっちゃか、今何やってんのこれおっさん。あ、長いとこちょっとチェックして切ってんだ。縦スライスでレイヤー適当に入れてるから、まあ手で触った感じ、あとブローした感じね、なんかところどころ残ってるんだよね、頂点がね。なんか気になったんだよね。だからそれを落としてるっつうの、手で、こう、横スライスで取りながら。あ、頂点を切ってるっつうの。何していいんだか分かんねえからこういうことやってんだよね。うん、とりあえず、不具合なく切ればいい頭になるんじゃねえかっていうのがあるんだよね。だから、あと巻くときね、どうしても頂点があるとね、なんか指で分かるんだよね。あ、ここ長く残ってるって。そういうのね、気になるから、そういうの探し出して一応切ってんだよね。うん。一旦ここで小休止ね。お疲れ様でした。